皆さんこんばんは。今日からちょっと連敗が伸びているサイレントとディフェクトをまあやっていこうかなと思います。でまあ連敗が止まったら2対2、どっちかの連敗が止まったら多分アイアンクラッドかボッチャやるって感じになると思う。本来はなんか負けるまでやろうかなと思ったけど、やっぱ時間の都合があんまつかないっぽいので、まあ何日かに分けてしばらくサイレントディフェクト付けでやりましょう。カスタムシードでちょっとボス固定して練習してたりもするから、この癖だね。まあ一発で止まるといいんだけどね。週はまあまあうまくいってたから前変化。なかなかクソだな。アーリアンだから防御にも行けし、あんま良くないな。でもこっち右行かない、右に休憩取れるけど、その代わり、エリート2連戦確定しちゃうからな。5戦でしかも休憩なしだから、これ大幅に避難時した時のリカバリができんし、ほぼほぼこういくかな。さすがに前半エリートよほどカード揃ってないと厳しいだろうね。実はいいかな、最初に出るカードとしては。アマチ打ちが優秀だね。ここからスタートだ。一撃やれるのがでかい。別にやれないか。29だ。欲を言えばサバイバーか無力か引きたかったけど、倒せないか。でもやっぱ弱えな、バカね。現役2枚引いてく、引く。確かに鋼あるけど、外れて気が続きますね。これで鋼必殺すれば、あといくつ、 8×4 でしょ。計算しないと想像する羽目になるから、ね、避けたいよね。ナイフが固まってくるか。ノーポーションだ。ナイフ出る、すごいよくナイフ出るね。ここ行きたくなっちゃうけどな、どうしよう。
スキル中心だからボスゲルとかに絡まれると絡まれて、なおかつ精度上昇がうまく引けないと塩打物になる可能性あるんだよ。しかもアップグレできんし、効果じゃなければいけるかなって感じする。間 HP 引いた時だな。多分このポーションとかじゃ多分数値足りない。死んだか。このアクトのためフットワーク取るかどうか。フットワーク押すか削除押すか。結構効くからな、ふと。パワー2枚でちょっと遅いかも。あればスライムには強い。塩米特化が中心だからあんまり需要ないかもしんない。焼け立つとか。5感度15点出せるから、まあ、成長あたりには強いかもしれない。このカード違うけど、あれは鋼あるのか、鋼あるな、取ってみるか。グレムリンじゃねえや。あいつにめっぽ強いから。こいつにかなり強くなれるから。どうしよう。よく狙いのハテナか。ああ、それか。よく大丈夫かな。防御に当たる。リセット。しばらく役立つ場面はない気がする。けどまあ最初だし。使えば被弾なく倒せるか。ウィッシュとかも正直食らいたくないんで。なきり。幽霊出てきたから、あ、雇っていいかな、もう。とりあえずちょっとアーティファクト飛ばし終わりになるけど。
心者人と探検出るな。ちょっと準備アップグレーはまだもうちょっとあったかな。今のタイミングで取ってもアップグレーする機会ないからちょっと弱いかな。人と探検対象のカード少ねえから体力やばいんだけど。2枚がな飛び方しちゃったのがちょっと痛いな。両方当てとけよかった。このコストはちょっと痛い。やってるけどやばいやばい。ここまででもない。ちょうど体力不安だな。だいぶじゃないからな今。ちょっとレリックも少し弱い気がするな。ちょっとやばいぞそれ。もう分かんないよ。倒せるかもな。倒せるな。大丈夫かなこれ。休憩しなくて。何が怖いな一番。切るためにまだ鼻切りまだキープできる。you
あ、一回殴れた。何に剣前の火力おかしいな。できれば脱力はキープしときたい。できればポーションなし。アドレ、ハイカーも強いぞ。どっちかっつうとアドレ速攻向きか。これピックはうんち、エリートに結構強いから、まあ限り1個くらいレリックパスしてもなんとかなるかもしんないってのはある。あー、でももしかしたらタイムみたいに弱いからなんか弱くなりそうだから、それで不快感取ってもよかったかもな。ここはがっつり入れていきたいな。トップ後半なのちょっと渋いね。あー、ミエリンさんこんばんは。あー、でもあー、ヨブクロックさんもこんばんは。アドレの20万やったらバカだよ。レフダ1枚増えてエナジーも1枚増えんでしょ。やばすぎるでしょ。スネックでもない限り腐ることねえからな、このカード。まあ一応タイムイーター相手に対しては、まあ、発動自体がコストにはなりうるが、ヤード、あ、アーティファクトさんもこんばんは。ちょっと困るんだけど、その手札。あれかあれね、割とジュニアって書いてあったからね、毅然と言葉が出てきたって感じなんだ。おっと、なんかこう最エンプジンとか出てなおかつもっと有利なリリック出ればもっと短縮できるんだろうけど、あーでもフレックスとソードブーメランでいろいろできた時点で、まあ、文句は言うべきじゃないな。あー読めるかお前。テンション、ちょっとダメージ受けちゃったから。さあ冷静に考えて普通にすごいよね20-30% って。この人やったらほんと 10% とか 5% も勝てねえもん。実際統計なんかで見てもあれ、統計的に見ても確か 5% も長いから、こんくらいになるとね勝率ね 80% くらいになります。ウォッチャーに限って言えば、9割超える。あー、でもどうなんだろうね。
成仏とかはやっぱなんかずっとこのゲームやってて、なおかつ、まあ、プレイも早いからほんとすごいとしか言いようないけど、まあ人気が違うってやつだ。ひょいひょい倒せる、11、15、26で倒せるな。19、6、38だからこいつまで倒せるけど、体力あんま変わんねえし、ポーションとりあえずポーション切りでいくか。集中攻撃してけど、このターンはダメージないから次のターン次第勝ってエイド引けるかどうかだ。ゲーズとなるとちょっとまずいかも。多分こいつはやんなきゃいけない。あれもどうだろう、逆に。あれも脱力食らうからな。何点出んのそもそもこれ。16、12、28、32、なんとか一体倒すことはできそうだけど、鋼ないと倒せない。あれは鋼あれば、ターン12でこれで消費で、多分体力自体はそんなしょうもなくて済みそうだから、まあ、それか。これ先。ちした方がいいか。結構あんま、でもあれか。9ダメージ、ちょっと痛いな。もう両化が出た。あれ穏やかだからあんまりこのタイミングが役立たないの。2周目してからだ。あ、めまい1枚で、ちょっとめまい混ぜたのが裏目になったかな。そろそろ拾う。増えねえからな、アドレナリンでしか。あって敵つ、ちょっと敵はつらいな、さすがにここで。場合によってこいつ1ターン目殺すもありえる。40点出るから一応こいつ殺せるんだよ。ただ2ターン目以降どうなるか分からない。私はさすがにイリトモのために取っときたい。殺すしかない、殺した方がいいか。あ、じゃあこいつらなんかいつも殴ってきてる印象あるんだけど、こいつらに関してはいつも2体殴ってる印象ある。次3連撃だけど、まあドローがあるから問題ない。まあまあいい。あらさっき、ディスカード、いやこれ一緒に捨てちゃうから意味ないんだよね。休憩しつつこの辺見たいけど、あ、フリッププラスはいいね。
コーン。あれ使う？一応使って速攻する。コーン一個弱いからな、だいぶ。これでな、あーなんか70くらい出るならもう殴りまくってご両親でいいかな、もちろん使わずに。倒せる？そうはしないか。あーサバイバー使うと体力にもちょっともったいないかもしんないけど、まあいいや。アクシー、アクシー、いやーディスカードねえんだよ。だからアクロとか拾えてたらいいんだけど、プラスって書いてあるから取るわ。誘惑に負けたな。アイリーと狩ろうと思ったら体力足りんよな。てかアクロ欲しいから休憩するわ。裏目になりそう。ここからは取れない。あ商売だただちょっと脱力仕掛けられてんのが弱いな。これで作詞活かせるけど、脱力される前にこれで殴るか。だね。まあこのいつもの戦闘、今の戦闘でも出るとは限んねえからな。ただこのターンはまあカナキリングでいいんだけど、打ち出しってナイナ使ったらリサラになる。フェードとフットワークを打たなきゃいけないっぽいから、なんかサイナ使わなきゃいけない。普通にアンロードした方がいい。アンロードしたら良さそうだな。倒せないんですね。次のターンさすがに倒せるでしょ。タクシー引いたぞ。これあえてナイフ待てて次のターンの負傷に備えるって手がある。前もう一枚あんのか。先でもいいかな。あとで。倒してるな。ポリハルコン、ほらアクロ出たじゃん。まあ言うてこもんだし出るっちゃ出るよ。こっからアクロ集めてくぞ。これあれか、あれのがマシってやつか。ハルコンの方がマシー。
こういう時作詞弱いんだけどね。なんもないタイミングで引くと弱いんだよな。こいつあれだからな。今の感じ死ぬか。12取られたのはちょっと痛かったけど。6本アクロ作詞に反応したアクロが集結してきた。普段の本だと思う。もうアクロする余裕ある。これ使った方がいいか。間に合わないかもしれない。使えないでしょ。頼むよ。よしよしよし。船長。もう反射取っていいかこれ。スケール的には反射欲しいな。でも鋼からフォロー効くからな。これはあるとパンチチャンス足りない可能性あるけど、でもデッキ回しのコアだからこれ取りてえな。やっぱやっとショップ行けた。あ、本クリアル。これで速攻も面白そう。と思われ、まず一枚消しだな。回転の方にちょっとカードピック割いちゃってるから、結構タイムイーター戦がだいぶ不安ではある。何の像。もうワンアクロできる。逆の方でいいや。前で打つか。当座36。2枚目の作詞。あー、バーストの方がいいか。でもなんか作詞プラスって書いてあるからそっち取るわ。こうなったらアクロの方が優先度高いかな。パークでもいいか。購買。アーティファクト剥がせた。テイクどこ。ファンダメ無駄だけどな。
なんか生徒取られるんだけど。いやいやいや、さすがに慣れないと倒せねえわ。もう一体なんかフォローとしてたらアセンダー封印できたんだけどな。取られる？わかんねえな。拍手。流すか。あ、でも流さない方がいいかも。やっぱ防御結構、防御の比率結構高かった。次の手としては悪くなさそう。反射が多く、ブロックないよ。潰れまってんな。でも足りてそう。あまり良くないなこれ。ちょっと火力が足りてない感じする。上昇もう一枚やっぱ欲しかったな。次ブロックというかダメージ出す装置がない。ここまでは大体強い。この先、ああこれか。コミはスケールに見えてただのプータローなんで取んない方がいい。まあ、作詞もあるし不快感がよく刺さりそうだね。特にタイムイーターとか。いら。いいじゃん。ああこれとかあるけど、やはりピラには劣る。あーでもあれか、ショップ一回もう一回行かなきゃいけないのか。一応リスカードあるとはいえ、リスカードのギミックはあるとはいえ、なんか削除するかお守り引くかしないと苦しいかな。ルートだけ見ればここが良さそうなんだけど、ただ呪いが消えねえとやばい気もするから、だから後半ここのショップ寄って呪いを消すみたいなのも考えなきゃいけない。どっちでもいけるよ。ここから始めよう。まずフットワーク、
程度まで引いてきた。なんもね。ああ、そりゃどうも。なんだっけ、あれか、なんか設定からこっからプレイヤーでスタートモードみたいなのから行けば見れるって話だったっけ。これ4回刻むから1回ブロック貼ればいいのか。あ、1回じゃ足りなかった。5回だった。アクロバ中心かな。あ、そっちの方か。あ、まあお好きな方で。全員殴ってる。あ、まあこれ。とにかく鋼待ちだな。じゃない、鋼じゃねえや。エイド待ちですね。まだ来ない。ミノタン来そうだからこれでスタンバってもらうか。なんかディスカの比率がちょっと高いかもな。ボローソースエンジン系の方がなんか足りてない印象があるかも。読む作詞2枚あるしな、いらんだろう。もうここに関してはなんか穴切りで補わなきゃいけない部分あるから、ましょういけない。行きやするならこっちじゃなくで、こっちだなぁ。キーちょっと数値足りないかもな、これ。見た目まで当たり、なんとかなるか。くらい使っとくか。玄米使いづらいね。
天満奥。準備も拾いましょう。問題はあれだな、休憩どうするかだな。大殴り。私手札がそんな良くない。なるけど、クソみたいなカードしか来ねえ。怒らせてから殺す。誰と？でもな、うん、まあ手札は処理できるけど、でもそこまで意味を見出せないような。目覚めしだけか。目覚めしだったらまあ不快感金切りとか合わせて長期戦にすればなんとかなりそうだから、本当のダブついてるストライクとか切りやすいっていうのはまあ大きいんだよな。そこそこただもちろんアップグリする余裕はない。ター戦の理想的な流れはまあ不快感じゃない、フットワークとかまあなんか脱力とかで前半は抑えて、まあ剣前でなんとかダメージ取りつつ、シエナ30点で刻みつつ、なんとか筋力金切りで下げて、それからなんか作詞とかいろいろ絡めた不快感投げるのが一番いいか。ストライク防御を処理しやすいっていうのがまあ魅力だけど、いらんかな。だから心臓性もなんか数値足りなくて死にそうなんだよこれ。ちょっとなんか欲しいよ。となるとなんか探すのってやっぱエリートではっていう気もしてて、ここでショックの権利がなくなるのも良くないし、やっぱここで思い出しとくか。ちょっと一体エリート減るけど、
っと嫌ね。で妥協するか。最悪。これで妥協するか。あーガード欲しいな。車対策投げるなら今のうちだな。めっちゃ楽になるから、あみたいに出してもこいつに出しても。鋼の必要性がどんどんなくなっていく。まあ引けないか。入れられたくないからこれで終わるか。入れられたくないって言ったはずなんだけど、ここスキルのが間違いだった。そうしすぎでしょ。みたいに立ち上がるならこうなること予想されるからな。十二分に あいつなんか12手使うごとに筋力立ち悪いことを上げてくるから、もう気をつけないといけない。裏欲しいな。ネメシスはなんやけどね。初手配管ここで引ければでかかったけど引けず、今日は触れらんなさそう。ダメサイズしっかり決めてくる。F が弱えな。
やけどつかされてるし、やけどであれつかされてるの良くないね。パワーがまだ引けてないのか。こうやってパワー1個引く。クリアブラで安泰だから、鋼なんか疑似的に鬼火で締める。稲盛りでいきましょう。出ちまってるんです。あんまり、やっぱ見たか、今の感じだと超重いね。悪いな。相手って強みがなくなってるからな、ただ。でもアイクラは廃棄、サイレントはステフだって、そういうなんか対比になってるみたいな節あるから。アイクラは筋力上がって、開けてサイレントは敏捷を上げるとか、発火とフットワークとか、あとドロップキックとヒールフックとか、なんかそういう対応する関係のカードって割り立ったりするからね。鬼火と鋼ならしもそれかもしんない。フラスコと、ね、フラスコとって変わるかな。見た、本当手数がきついからな。転売で心臓の後半戦ってことか。すで、うん、にアーチファクトはね、ここ盾に対してアーチファクトはこれとこれで剥がせるんですよね。だからどうするかね。あ、でもなんかダメージ足りなさそうだから、そういう意味で毒は今から入れた方がいいかもしんない。ダメージ足りない疑惑あるから今。こことかなんかガスとか今から入れて心臓タイムインターあたり対策しなきゃいけないかもしんない。なんで飛んなきゃいけねえんだよ。ヌンチャクとか強いじゃん普通に。あれはまあ邪魔だけど、ターン終了時に勝手に手札からいなくなってくれるから、まあこれは残し、これよりなんかストライク消した方がいいと思うな。これなんか勝手に手札からいなくなってくれるから、こいつに関しては2ダメージ、ちょっと2ダメージに殺される場面あるかもしれないけど、金もらっちゃった。やっぱイカサも欲しいな。欲しいもんだらけだ今。結局奪う。反射一回引いてくるから、早くでこうして、まあやりたくねえけど、
奪の略奪無駄にショット17点あーディスカードかな。でもまあ星寄りだけど、でもなんか作詞とかが持て余してる感じするから入れ補いたい。じゃあ、すり剣？これすり剣出るか。って何？あー、精度の火力を上げるか。このショップやばいな。このショップ結構今後にすごい関わりそう。スケール問題は解決するけど、なんか残像とかで補えないから、ちょっと心臓とか相手になると思ったより火力補えないかもしんない。エサ飯とか相手にはかなり強いと思うけど、取った方がいいのかな？これ取っていいのかな？間違いなく強いと思うけど。まあでも手裏剣取るならもう精度上昇まずいらないから。精度上昇取るくらいだったらもう手裏剣でいいって気がする。いや、どうだろう。他にでも他増やしたら、フットワークとか増やした方がいい疑惑もあるよな。困るかなあ。あれ火力不足って認識、まあ火力ねえっちゃねえけど、なんだろう。ここまでしてなんか84ゴールド出してまでなんかこの辺潰したくはないな。ここにあるカードね、まあキャップ自体補えそうだから。ショップって実力差出るからね。マジでどうしたらいいだろう。ちょっと一応なんかいろいろ試せるように今のウェブデータ保存しとこう。でもマニアともなれ、まず削除しなきゃいけないかもな。相手にはまあなんか固く詰まれるよりはなるよね。でも心臓相手は多分なんか金切りとかでごまかす、連打を金切りでパスする感じにはなりそうだから、でなんか単発は普通にブロック作ってみたいな流れになるから、まあその過程で足りるかどうかだな。
力って意味ならフレッシュとかもかなり優秀で、手札常にスキルがめっちゃ多いから、スキルの比率感すごい高くなってるから、これでなんか1エナで多分研磨以上の火力出せるって意味でフレッシュはだいぶ優秀かもしれない。フレッシュ合わせるなら手裏剣の方がいいかもな。うん、精度上昇だと問題ないから。しかしたらタイムイーター心臓あたりには回答になるかもしれない。一手でなんか30、40ダメージくらい出せるから。ただまあ心臓に関してはどうやって筋力増やすのを通すかっていうことになるから、これとかなんか一見残像ないから8ブロック払って打たなきゃいけないからね、だいぶ辛いね。でも今やっぱストライクで詰まってる感じするから、まずストライクは消さなきゃいけない。これは消さない。これは勝手に手札から消えてくれるから消す必要ない。ダメージはちょっと、まあ安、まあ2ダメージでもしかしたらゲーム決まるかもしれないけど、それよりなんかストライク詰まってゲーム決まる方が多分現実的にやばいから。あ、大丈夫かもしれない。そうだね、タイムイーターの火力は。インド戦だよな、ほんとなんかブロック。円枚とかに依存してて残像ねえから、ほんとなんかブロック、マジで減るからな、これ。ブロック値が。あるとやっぱフットワーク複製して、ブラーとかで、円枚打つ隙を見つけなきゃいけないかもしんない。でもフラスコで言い方対策できてんのかな、言うほど。ストライクはまず消すのが決まりなんで。出るかもしんないっていうのかな。体感もありかもしんない。うまくいけば心臓の連撃を、まあ、4回つかして手札を受ければみたいな構図になれば強いかなって感じはする。あとタイムイーターに1回目雑に不快感打てて、でなんか愚かなりした後もう1回不快感打つっていうこともできるようになるから、負けん。なんかこうしてみると手裏剣あんまりないかもな。多分心臓相手だとなんか剣舞あんまり打てないと思うんだよね、今までのなんか経験則上から言うと。だから手裏剣じゃなくてどういいか、不快感で本当にいいのかな。不快感の問題点は何だろう。まあでも100ゴールドだよね、100ゴールド。大体100ゴールドかかることだよな。最後のショップもあるからね。スプレッドマスクありがてえよ。外観だと、なんか心臓が鼓動を上げたとき、なんか敏捷が足りなくなんないか心配なんだよね。あ、でも不快感の方がいいかな。タイムイーターに対しても多分そっちの方が強そうだし。
ただ同時に一緒に来ちゃうとちょっと腐り気味かなって感じはする。にするか。ダメ絶対。よかったのかなこれで。でも残りの金ショップでもなんか削除とかできたらまあやっときたい感じするから。してどうしよう。嬉しい、結構好きなんだよね個人的に。相手だとなんか手札そんな進まなさそうだからな。なんか毒打つのも打つ機会もだいぶ限られそうだから。よし、俺はこれを買う。意味ねえ。2分の1でゴミ出ること忘れてた。相手に腐るカードをまあまああるね。黒とエナジーただ乗り。吐かないとな。あれちょっと大変かもしれない。だが、手札詰まってるんだけど。やっぱ一番の敵ストライクだな。ギャンブルチップ。ブロック兼ドロー、もう一枚増やしてもな。今のアイランドで出てくれりゃいいんだけどな。あんまりいないな今持ってる。でかい回転出そう。ナキー邪魔だ。
かそうここまで来てなんかちょっと怪しいかも。ありがたいかもしれない。火力出てきたけど。いや取った方がいいかな。なんだかんだナイフで結構殴ってるから。これも相当欲しい。こっちの方が使うかな。久々の火事だが、試しなんだよな。性能上昇ちょっと使いづらいかな。あれ不快感2あるから、まあそれで黙らせりゃいいか。いや、フラスコのピン出し何だったんだよ、ゴミ。これ、あれか、最悪。あれに変換できんのか。これは欲しいな。ここに変換できるだけでもまだ、まだ、ゴミだけどマシだな。なんでこんな金利が、こんななんでこんなにあるの？あれか、タクシーで捨てて、あれしたからか。筋力、ああでも20くらいだっけこれ、20いくつだこれ、もともとの数値24くらいか。本当の数値が分かんねえけど、強信者倒すためにこれ必要になりそうだからな。これルドクってことは多分元が24か25だから多分22とかだと思うんだよ、最初の数値だから。22だと18、13くらいか。やっぱ2枚あった方がいい、2枚あった方が良いかな。撃たなきゃいけないよなこれは。次あれ来るから、いやこっちだ。手札がギリギリだな。あれ、星座流したんだっけ。あ、まあ打って一回一回。まあゆっくりできるから比較的。
前が一番邪魔なんだよ。これで一回流すか。ああでもなんか次のターン怖いな。一応サバイバーとかこの辺逃げといた方がいいか。やっぱこれいらねえじゃん。あでもこれ全部よくない。まあ一回金切りは捨てていいな。どっかでこれ一個捨てるか。ここで打って、ああどうだろう、うん、パワーにもやるとさすがに邪魔だからな。どこにするか。そろ切れそう。圧力が。うん、作詞奥に刀のネタちょっと辛いね。これで1、2の自分損だからな。つまりになってるカードを消した方がいい。花切り、うん、でも作詞は捨てなきゃいけない。まだそこでやっぱ遅えな。倒せる。ギリギリ持っていけないなこれ。これやれば持っていけるけど。ナイスブラ。40点。引ければいいんだけど。あとこれか。いった。あ、ちょっとこれは厄介だな。これも箱。
色々あるのか。クシヤ祀ってるからこうして、あ、てか刺すだよ普通に。さて次はいた、しっかり一番困るやつ出てきたな。あ、でもいろいろ対策は この日のためにいろいろ対策はしてきたから、まあなんとか頑張りましょう。まずこの辺は使わなきゃダメだね。どっちでもいいか。配管ここで投げるかどうか。ちょっとダメージ受けるけど、まあでもエナジー増えてるタイミングではあるから。あ、しかもこれもあるのか。これハルコあるじゃん。これで釘付けにしながら、あ、今使いどころないんだよ。現象を見てこれでちょうどです。円枚は精度揃うまでは使いたくない。それはちょっと良くない。裏引きたいな。マイナス1か。いけないけど。火力もまあまあ出てる。誰愚かなりしょう。下げられるな。準備作詞欲しい。
これは一番良くない。これくる。で、バクロの方使うんだった。絵が中途半端だな。妥協だな、これ結構。これちょっと被弾せざるを得ないかな。切ってもいいけど。いや、まあどうせ次回復するしな。ギリギリだな、だいぶ。16かけ。玄米が玄米引きにきね。いたけど。かな次。64点だもんな、これが。使いすぎたな、これ。ならいいだろう。ラストアップグレイズ何？タイムイーターも目覚めしもこんなのんびり知らんねえからな、言うて。心臓だと、相手だと。最初のアーチファクト剥がれてるから、まあちょっと縦の、まあ2ターン目3ターン目これあって、アーチファクト最初からないから金切りとか、まあ深い感とかは入れ放題、入れ放題ってわけではないけど、まあ入れられるから、まあちょっと縦の単発になんかいろいろ事故合わさるときちょっとやばいけど、まあしばらくそんなに、まあもたついたらやばいかもしれないけど、あと2、3やる分には多分そこまで問題にはなんないと思ってるけどな。どうなんですかね。マジで心臓がや、心臓をマジでいろいろ考えないと死ぬ。とにかく。シュートとかアホなもん押し付けられたらもうあれだけど。
さんぞ来てくれれば活路はある。マジでさ、サイレントの心臓ってすげえ苦手なんだよ俺。これを加味していってる。わかんない、他の人だったら楽かもしんないけど、楽勝でなんか倒せるかもしんないけど、俺にちょっと自分からするとこれなんかすげえ大変そうだなって思ってる。マリなんだよな、単純になんか1エナ浮いて浮くから。手札2枚準備の方がいいかな。2枚開ける、手札2枚開けられるんだよな、これあれば。アップグレードすれば2枚進められるし、2枚開けられるからいいかも。リズムのきらめきじゃん。複製もあるか。ただ一緒に買えないな。白状と一緒にできない。前は2でいいかな。ピックだよな、問題は。ワークくらいしかなさそう。いつ来るかわかんねえからな。送れるとだいぶやばそう。ライク消した方がいいかな、それより。丈夫な気しねえなあ、ほんと。エポット直感とか。通常より多分複製買った方が強い。ちょっとクソ寄りかな。このパワーは割とクソ寄りで、こいつこっちでいいレベルだな。ちょっとやけどが厄介だけど、あ
ただ打つスキルがあんまない。それはちょっと黙ってろ。あ、こっちもガラッと来てる。が一個に来ないな。今だと1くらい1じゃない。あ、1くらい。正直1も食らいたくないんだよな今。今だと殴りじゃないから。次ゼロになんねえよな。これいけた。アルコンで受ければいいか。足りない。ちょっともったいない。殴ってこないか。電撃からつくばっか使ってるからこういうことになるんだ。爪のイカズチだと。準備打つのもコストだからな。イランカードをどんどん切れるのはいいから、まあ三積みとかするべきなのかもしれないけど。あ、不快感もありだな。とりあえず金切りの以下に関わると1ターン目パスできるから。とりあえず1ターン目の連撃を回避はできるから。でもそこまでする必要ないかな。まあ、どっちか、うん、まあ脱力込みで脱力引けるかも分かんないからな言うて。初動かな。
最強のカード来たんだけど。これだと話変わってくんな。これマジで残像。これずっと一番欲しいのだよ、これ。まさに求めてたやつだよ。最強だよ。でもこれ逆に入れ替えらんないよな、あんまり。せいぜい防御と騙しくらいしか変えらんねえな。そうだね。ギャルラック来ましたね。あ、こうなったらもうこれしかないね。天満打ち放題じゃん。プラスコ、いやー、これはなんか、なんかあった時の切り返しにもっときたいな。これもなんか塞がってると邪魔だから、どんどん打っちゃう、こっちに。こっちさっていう。これは次のターン取っときたいかん。素直に金切りか。深いか。どうなんだろう、この深い感。圧力入れるだけならあれでもいいしな。フェードはまあ打つとして、1コス残してアーチファクト剥がしに使うって手もあるのよね。あとは心臓の増えた筋力2を剥がし続けるとか、連打に合わせて。私はまだ抱えてて良さそうだね。とにかく今アーチファクト剥がすのが大変だからな。足払いは次のターン取っときたくて、7K でいいのかな。 7K これだけでいいかな。今は次のターン足払い使えばいいから。スリムままない気もするな。ナイスアクロ。裏は次のターン使いたいな。これアーチファクト剥がしだな。サバイブ。ルブロック取れそう。体幹には邪魔だな、さすがに。この辺も混ぜとかないとやばいか。
ただ空気が来るのかそろそろ。電撃から入ってきた。これだったら一エナ残し不快感かな。脱力、いやこっちも変わんないか。もうちょっと前だな。ブロックできそうな気配はあるけど、どうしようこれ。筋力4上がったタイミングでこれ打った方が効率いいかな。これかなかなきゃいいか。もう筋力まあまあまあ、そろそろあれが上がり出すから。ちょっと良くない。ダメージがやっぱダメージ足りねえかもしんない。攻撃はさばけてるけど、もう一回ヤクロ拾い上げてってのもありだな。プライムきついわ。波及的速やかにダメージ与えなきゃいけないからね、今。今が使える気。ただ略奪邪魔すぎ。1枚だちょっと足りないか。仕掛け15で15連撃食らうからな。エーナ打ってこれでだったら石残しとくんだった。ちょっとまずいな。からもうあれの過去が切れてるから、こんな過去が切れてるから、
45なのはでかいんだけど、いやー時間が足りないな。時間てかもう動くが足りない。鋼でダメ押しできれば嬉しいんだけど、もっと回転させないと。これここに来て作詞ちゃんと当たってんので偉い。時間切れかも。天満1枚か。わかんない。借りたか。めっちゃギリギリだった。いやーなんかぶっちゃけこれ負けだと。なんかこれいろいろ足りないし負けだなと思ったけど、まあ超ギリギリで間に合った。いやー俺が新藤先生になるとこれくらいギリギリなんですよね。残像来てなかったら負けてたな。11分の1引いたことだな、し勝因は。なかったらこんな剣前連発できねえもん。もう1回で連敗止まっちゃった。ありゃ。まさに勝ちに不思議な価値ありっていうことだな。負けた時はあーこれ足りなかったなってはっきりわかるんだけど、負けに不思議な負けなしっていうように、勝った時はなんでこんなに勝てたんだってなるんだよ。マジで終わりが見えねえこのゲーム。まあ、おー、アクト2とかで地道にエリート倒し続けたのが、やっぱ、最後につながったな。アクト2でやっぱガリガリエリートが出たから、なんか強いレリックにたどり着けたかなって感じはするよね。が痛くなった。いやもうなんか 10時近いんで今日はもう終わりなんですけど、まあ、なんか終わっちゃったけどディフェクトはやろう。まあアイクラと
うん、そんくらいデッキ強かったからね。デッキっていうかなんか、精度上昇とか、精度上昇ナイフギミックが強かったね。デッキがうまく回ったというか、なんだろう。まあこれで最初から体力なくなってたのもあるし、まあアドレとか、そうだね。エイドと剣舞だけで、まあある程度ダメージ出せるからね。だけでも、かなりよく立ち回れるっていうか。マスクも地味に仕事してて、うん、こういうのが強いデッキって言うんだろうな。シティで道中日本人誰もやってねえから普通に終わるか。デッキ39だいぶ膨らんだな今回。ではここまでご視聴ありがとうございました。それではごきげんよう。